どうもしゅんです。こんにちは。今回はですね、田畑慎太郎さんに就活の相談をしていただこうと思っております。よろしくお願いします。上智大学理工学部3年生の藤田光介と申します。何かを作り出すっていうのがめちゃめちゃ好きで、実際に大学時代にはメントスコーラ目覚まし時計だったり、イケメンとブサイクを見分けるアプリだったりとか、学籍番号紹介システムっていうものだったりとか、あとはツイッターのフォロワー増加サービスっていうのをやって、実際に自分でお金を稼いだり、いろんな経験をしてきました。ずっとこれまでサイバーエージェントっていう会社を第一志望でやってたんですけど、つい先日落ちてしまって、こっからどうしようかなっていうふうに考えた時に、キャリア相談っていう意味で今回応募させていただいたっていうような形になります。サイバーエージェント以外受けてなかったんですか？そうですね、ほぼ受けてなかったですね。最初の自己紹介で申し上げた通り、何かを作り出すっていうのがめちゃめちゃ好きで、大衆形態っていうんですかね、それが企業だったりとか会社事業作りだと思っていて、多分僕の性格的にも将来起業はほぼ 100% するとは思ってはいるものの、何個か道あるなっていうふうに思ってて、今もう起業して起業家人材になっていくっていう方法と、ベンチャー企業に就職して立ち上げに携わっていく中で起業家としての力を身につけるだったりとか、ガイアックスっていう会社はスタートアップスタジオって言って、会社の中で自分で会社を作ったりとか、そういった経験ができるんで、そういった会社に入って会社を作るっていう道もあるなっていう風に思って、どうやったら最速でかつめちゃめちゃ大きな会社を作ることができるのかっていうところをちょっとお伺いしたいなっていう。将来的に起業したいけど今じゃないっていうことですよね。今本当はやりたいんですけど、正直僕に自分でできると思ってないというか、こういった相談多いなっていう印象はありまして、田畑さんは学生時代に会社作りたいなとは思ってなかった？正直全然思ってなかった。最近はみんな立派だなみたいな。やっぱり起業するんだったら起業すればいいと思うけど、なんでそんなみんな回り道するのかなみたいな感じなんだよ。それで言ったら会社は去年作ったんですよ。会社だけよく言うじゃないですか、だったら今日会社作ればいいじゃないですか。俺とかよく言う。なんで本当に言われた通り、本当にその日に会社作ったんですよ。会社作った当時はツイッターの稼ぎがあったんで、とりあえず1個事業内容に入れて、ここから他に自分で考えて会社をやっていこうかなっていうふうに思ったんですけど、結局何もできずに会社だけずっと残ってるみたいな状態で、あんまり自分で成果を出せた感覚っていうのがつかめなかったんで。でも別に何もやってないんでしょ？そうです。成果もクソもないと思うもんな。イケメンとブサイク判定アプリってさ、それ突き詰めたらそれすげえビジネスになると思いますよ、はい、それを100点満点でやって、世の中全体でが確かにこれは精度高いなって思うような客観的な基準でね、できるんだけど、めちゃくちゃそれでビジネスの俺になると思うけどな。そこまでやりきれるかどうかっていうところですかね。そのアプリの時はちょっと使ってもらって、面白工作みたいな感じで自分の中でも納得して、それ以上は全く考えてなかったなっていう風に感じました。サラリーマン時代はどうですか？サラリーマン時代も起業して人を雇うとかってすごい面倒くさそうみたいな。僕にとってのビジネスとか会社とかっていうのは、自分が自分らしく自由に生きるための手段でしかないから、それなのによく中小企業の社長とかでさ、会社が傾いてさ、社員をリストラするんだけど、その再就職をさ、いろんな知り合いに食べまくったりさ、なんかいろいろやってる人いるじゃん。それ立派な人だと思う。めちゃくちゃしんどそうみたいなとか思っちゃうたちなんですよ、どっちかというと。だから藤田さんはそういう大きな会社を作るってことは、そのためだったら自分はどんな苦労があろうが結果それだったら報われるからいいと思ってる。実際僕がそうなった時にどうなるかちょっと置いといて、現時点では思ってます。でも別に地球環境をね、電気自動車を通じてきれいにしたいとかさ、そういう特定の分野に紐づいた理想はそんなにない。本当におっしゃる通りで、起業家として大切な何かを解決したいとか、こういった世界を実現したいとか、情熱みたいのはまだないんですけど、社会課題とかってまだ出会ってないだけだなっていうふうに思ってて、課題とかに今後目の当たりにして解決したいって思うこともあると思ってて、そのためにそういったことを将来的に実現できるような会社に入りたいっていうことですよね。そうですね、起業するためにどんな会社に入ればいいのかっていうところで。それで言うと、企業側にもメリットがないといけないとは思うんですけど、はい、どういったところが藤田さんの提供できる価値だと思って例えば会社の中で事業を起こすって言った場合は、僕が事業を作る理由は会社の貢献のためではなくて、僕がとにかくでっかく事業をしたいっていう意味でめちゃめちゃ頑張ると思うんですけど、それが結果的に会社の利益につながると思うんで、僕のこの情熱を会社に貢献できるかなっていうふうには思ってますね。僕もサイバー落ちた時に言われたんですけど、辞めそうだなと思いました。はいはい、なので就職活動っていうのは難しい部分もあるのかなと思うんですけど、田畑さんどうですかね。確かサイバーエージェントそういう風に言った人を落とすでしょうね。踏み台だみたいな言われたら違うんだよみたいな。それはそれでもう別に言い悪いじゃん、サイバーエージェントの方針だから、僕はそれ間違ってとか言うつもりもないけど、就活において藤田さんが今の思考性で受かる企業とか、もしくは合ってる企業とかって田畑さん的にどう思われますか？ガイアックスのスタートアップはありそうかなと思いますけど、そのアプリをさ、もっと普通にちゃんとアップストアとかに入れて、ランキング少しでも上に行かせるぐらいの実績になってたらそれよかったのにね。
そこまでなってたら一個次元が違ってくると思います。それでそうしたらスマホアプリ系とか今そういう DX 人材みたいな総合商社とかでもありかもしれないし、どこでもありだったのになっていう感じで、それをなんかちょっとネタで作ってみましたって言った瞬間にもったいねえなっていう、すごい痛感します。ちなみに面接とかでそういった独立したいとかって言わない方がいいなって思ったりもするんですけど、言ってもいいもんなんですかね。いい質問だな。会社によるでしょうね本当に。サイバーで言ったら子会社の社長になりたいっていう風に言ってましたね。実際本心でも入ったら2年3年以内に子会社の社長になりたいっていう風に本気で思ってて、それは伝えてました。でも子会社の社長でいいんですか。そうですね、僕はもう金をめちゃめちゃ稼ぎたいとかじゃなくて、多くの人に使ってもらいたいとか、めっちゃでっかいものを作りたいっていうのを考えた時に、自分で完全に独立してやるよりも、例えばサイバーエージェントの横のつながりだったり、今ってさスマホのアプリとか考えたら分かるけど、はい、あそこに載せちゃえばどんな一人だけでやってるベンチャーだろうが、どんな大企業だろうが基本的には同じなんですよ。もうそしたらあとは本当にイケてるものかどうかっていうサービスの中身のウェイトがかなり大きいから、そうすると結局自分次第みたいな話なんですよね。だから最初からその真剣勝負にも慣れちゃった方が俺はやっぱいいかなと思うけど。ちなみにその会社によるっていう先ほどの田畑さんのお話で、仮に独立したいとか言ってもいいような会社さんってどういったところになるんですか。どうなんでしょうね。会社によると思うし面接官にもよるだろうし。 LINE の時とかどうでした。いや別にダメではないと思う。リクルートもそうだったけど、起業したいと思ってるぐらい上昇志向が高くて当事者意識がある人間にサラリーマンをやらせるっていうのが一番最強だから。それで言うと、それを今から言っていっても受かるような会社さんに行くのはありかもしれないですね。そうですね、隠したまんまずっと就活を続けるのはあまり良くないなっていうふうに。もしでも取りたいぐらい超魅力的だったら生意気だけど取るってこともあるかもしれないし、そことの兼ね合いだと思うんですよね。結局必ずこうだったら落ちるとか受かるとかではないです。総合判断だと思う。結局一社しかどうせ受けないんだから、本音で語ってない感っていうのは学生の9割感じるんですよね僕は常に。だから僕は将来を起業したいんだけども、とにかくこの会社では5年なら5年いるんで、その間に培った恩は絶対返すんで、とりあえず5年いさせてくださいとかもう言い切っちゃってもいいと思うけどね。営業ですね完全に。就活って営業だからさ、僕取らなかったら損するのオタクだけど。交渉の場としてやるのはありかもしれないですね。そうですね、ベンチャー企業とかだったら意外とそれで聞いてくれるというかかもしれないですね。結構就活今繁忙期で、これから本格的に始まると思うんですけど、今の田畑さんのお話を参考に就活だけに関わらず頑張っていただけたなっていうふうに思います、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。どちらの方が僕のビジョンを叶えられるというか、社員数が数十人以下のベンチャーなんてはっきり言って9割ぐらい社長が肝なんで、藤田さんぐらいの年齢だった時にジョインしたい企業とか。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。